始まりました。滋賀15の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。 C3PO です。この番組もまあそれなりに長くやってるんですよね。でその中でね、実はね、削除したエピソードっていうのもあるんですよ。本当は非公開っていう風にしたかったんですけど、ちょっとやり方がなくてですね、涙ながらに削除したエピソードもございます。2つあるんですね。一つはシャープ150、連絡から始める言語学入門。二つ目がシャープ162、バドミントンはなぜバトミントンと言われがちなのか。まあ、この二つのエピソードはね、削除したんですよ。というのも、ちょっとね、まあ、まずいなっていうところがあって、まあ、削除して、まあ、できるだけね、僕はその、結番を作りたくないというか、シャープ1から、こう、連綿と数字を並べていきたいというかね。まあ、番組始めた時からね、それを思ってたんですよ。なんか、空きを作りたくないなと思って、まあ、おそらく、後から見返せば、聞き返せば、なんか恥ずかしいなとかね、まあ、そういうことになるだろうとは思って、でまあ、そういった覚悟の上で番組始めてますので、まあ、多少のことでは動じないというか、まあ、基本的に残す、原則エピソードは削除しない、まあ、そういった方針でやってたんですけど、まあ、それよりもやっぱり内容がまずいというところがあったので、まあ、2つのプライドのせめぎ合いですよね。できるだけその欠番を作らない、ずっと続けていきたいというそのプライド、間違ったものを配信したくないというプライド、後者のプライドウィンみたいなね感じで、まあ、結局今二つ欠番があるということになっております。でまあ、どっちもね、ダコンの話をしてんですよ。簡単に言うとね、連絡と、まあ、バドミントンとバトーミントンの話ですので、で二つともね、音源自体は手元にあるので、まあ公開はしてないし削除はしてるんですけど、そのエピソードの内容本体っていうかね、その音源自体は持っているという状況になっております。というわけで今回は再録、連絡から始める言語学入門ということで、まあシャープ150のやり直しといったような感じでやっていこうと思います。滋賀15のツボ。まあ、シャープ150を撮った時もね、多分同じようなことを思ってたと思うんですけど、連絡っていうのは言語学の入り口として結構最適なんですよね。まあ、まず日本語の現象であるっていうことで、まあ、身近にある現象ということで、実感が湧きやすいし、まあ、今まで気づいていなかったことに気づけるという、そういった側面もあります。し、まあ音の側面からも面白いし、あとは歴史的な側面からも面白い現象なんですね。で、連絡っていうのは一言で言えば、まあ一言で言えばっていうか、まあシンプルに言うと、まあ優勢化なんですよね。優勢化っていうのは、まあ優勢音になるということなんですけど、まあ、この有声音とか無声音っていうのは、まあ、特に子音についてね、言われることで、まあ、母音にもあるんですけど、まあ、子音は大きく無声音と有声音に分かれます。子音の無声音っていうのは大体声音のことで、で、子音の有声音っていうのが、濁音を含む、まあ、声帯が震える音のことなんですね。無声音というのは声帯が震えません。まあ、よくこう喉に手を当ててね、シーって言った場合と、ジーって言った場合と、このシーとジーで声帯の震えが感じられるとかね、まあそういったことを言ったりします。で、この無声音が有声音になるというのが連絡。さらに言うと、複合語、単語の足し算で、後ろの要素の頭の無声音が有声音になるのが、連絡と言っていいと思います。紙っていうのが手紙になると。
これは声帯の震える有線音に変わってますので、まあ、日本語だと濁音になってますので、連濁という言い方をするんですね。紙が手紙。このカートが、まあ、子音だけ見比べたときに、長音位置っていうのは一緒なんですよね。くっていうのとぐっていうのは、発音する、場所っていうのは、軟口蓋と言われるところで、まあ、上顎の奥の方なんですよね。ですので、カートがっていうのは、声帯が震えていないか震えているかだけの対立ということになります。まあ、他の子音も同様です。例えば、塩っていうのが森塩になったりします。まあ、これも同様ですね。他行についても、寺っていうのが山寺になるということで、まあ、こういったものは、無声子音が有声音になってるだけということなんですよね。で、日本語のその発音の性質上、単語の途中の子音っていうのは母音で挟まれることになります。で、母音っていうのは、まあ、基本的に有声音なんですよね。なので、オセロと同じで有声音に挟まれた無声音は、まあ、有声音になっちゃうということで、紙っていう K の音は、母音に挟まれて、まあ、G の音というかね、有声音に変わって、全体として手紙という連濁が起こっているということでございます。シニア15のツボ。しかし、連濁というのは単なる有声化ではないんですね。というのが、ハ行というのを考えたときに、なんかちょっとおかしなことになります。ハ行。例えば、花っていうのが、単語の途中に出ると、切り花みたいになりますので、ハがバーに変わるわけですよね。で、ハヒフヘホーがバビブベボーに変わる。まあ、他のかなと同じように、声音と濁音の対立になっているじゃないか。まあ、そう思われるかもしれません。まあ、文字で書いたらそうですよね。かなで書いた場合は、点々がついてるんだから、他のかなと、同じです。が、花っていうのは、はっていう音はこれ、まあ、声門摩擦音と言うんですけど、専門的には。喉の奥の方で摩擦を起こす音です。一方、切り花といった時は、唇を使う音なんですよね。まあ、確かにこれね、無声音と有声音の対立ではあるんですが、他の連濁のペアと違って、長音位置が違います。まあ、さっき言ったように喉の奥の方か唇を使うかっていう違いがあるのと、長音方法も異なります。摩擦音が破裂音になるっていうことで、他のものはね、長音方法も一緒なんですよね。紙が手紙になるのは、無声音が有声音になってるだけで、両方破裂音だし、両方軟口蓋音だしっていうようなことで、一箇所だけこう変わってるって感じなんですよね。しかし、ハ行がバ行になるっていうのは、もう全く違う音になっているといった感じです。無声音が有声音になり、摩擦音が破裂音になり、長音位置も喉の奥の方から唇に変わっております。これは一体何なんだということなんですが、実は、ハ行の音っていうのは、その昔、パピプペポという音だったんですね。パ行だったんですね。で、これについては関連エピソードあるので、合わせて聞いていただけたらと思います。このパピプペポという音が、唇のその閉鎖っていうのが緩くなって、まあ、英語の F に似たような音に変わったんですね。ファフィフフェフォ。それが喉の奥の方に移っちゃって、まあ現代ではハヒフヘホになっております。まあフだけはね、今でも唇を使った音に、摩擦音になってるんですね。ですので、ハ行の音っていうのは、喉の奥の方の摩擦音に変わってしまったんですけど、連濁の時には、まあある意味昔の名残というかね、唇を使った音で出てくるということなんですね。
そういうことで、連濁というのは、日本語の歴史という観点からも面白い現象なんですね。というわけで、今回のエピソードはここまでということで、また次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いします。お相手は滋賀15でした。またねー。